めめさんおめでとうございますはい5万円達成したみたいで良かったですねはいこれはなかなかじゃないですかうんまあこの今まあ情報発信の方はまあ微妙っていうとこなんですけど多分まあ5万円結果出てるのでうーんなんだろうな自分の中でも自信ついてると思いますんで昔に比べるとうん だからまあここはまあ経験不足はしょうがないですよね。まあ、転売もじゃあ最初から背取りも5万円いったのかっていうとそうじゃないですよね。だから転売、背取り全部そうなんですけど最初からその全部うまくいくことはないですからやっぱあの大事なことは情報発信も、まあ、この5万円の結果が出たからこそ テンション上げて発信してほしいなと思いますね。なこっちはうまくいってるけどこっちうまくいかないからテンション下げるんじゃなくて両方テンション上げてほしいなと思いますね。うん。そう。であとはまあそのやっていく中でやっぱ集客の方があの大事なのでセド、えー、りとか転売でうまくいってる人のまあ、パクるってことですね。ベターは完全に。 うん、だからそれをなんか自分が発信し,したいこと発信できることではなくできるだけそのうまくいっているものに寄せていくっていうのが大事です。うん、もちろん最初のフレーズとしては発信に慣れてないので発信していくっていうことに慣れていくってことは大事なんですけれどもただなんだ ただ発信してるだけじゃ集客できないですからじゃあどうやってそのセドリとかセドリとか転売で情報発信してる人いっぱいいますからまあどういうコンセプトでやってるのかなっていうところをうんだやっていくってことですねまああとはまあちょっとどういうチャンネルやってるのかちょっと分かんないんでうんまあ送っていただければアドバイスはできるかなとカスタムサムネイルだったりとかコンセプトですよねうん 多分うまくいかない、情報発信でうまく集客ができない人の傾向としては、やっぱりその、まず発信になれるっていうことで、自分がこう発信できることをやるんですよ。で、別にそのフレーズとしては悪くないですけど、じゃあそれをちゃんとビ、その、慣れからビジネスに変えていく。しっかりと集客をして、で、しっかりとこう売っていくっていう、そっちに、 ステージを上げていくんだったらやっぱりその自分ができることじゃなくて集客ができることをやるべきなんですよで集客ができるものって何なのかっていうともう市場にその答えみたいなのが出てますからそれを真似ていく寄せていくってことですね、うん、で研究するっていうこれがもう大事です、うん、これ以外ないですねてか他のユーチューバーの YouTuber だけで飯食ってる人も もう海外パクったりとか、他のユーチューバーのネタパクったりとか、もパクり合いなんですけど、だまあ常に何やってるのかなっていう、何がバズってるのかなっていうのは常にやっぱ見てるわけですよ。うん。だからそれは、背取りとか転売もそうですよね。例えば何売れてるのかなっていうのを見てないと分かんなくないですかそもそも。まあ仕入れるときもそうだと思うんですけど、これがどれぐらいの価格で売れてるのかっていうのをリサーチしないとそもそもじゃないですか。だからその、やってることが、 その転売なのか情報発信なのかなんですけど、うん、変わんないですよ大したうん瀬戸りとか転売でも価格差を知らないとそもそもね価格差を知らないと市場でどういうものが売れてるのか知らないと利益出せないじゃないですかで YouTube の市場ではどういうものが売れてるのか、まあ、ヒットしているのかって話ですよねじゃそれ見てますかと話ででそれにしっかりと寄せていくってことは大事ですはい頑張ってください もうかなりいいと思いますんで、もう5万、5万の結果あれば、まあ、ぶっちゃけもう商品売れますからね。集客して、集客できれば。まあ、あとはもう、集客した後に今度セールスをしてみるっていう練習もしないといけないですし、まあ、ここはもう、一個一個上がっていくしかないですね。転売と背取りと同じように。うん、最初から5万円稼げたわけではないと思うんで、それと一緒です。うん。しっかりと、あのー、リサーチして、 そっちの方もやってほしいなと思います。また報告お待ちしております。